今回の企画はマイクラ敏感選手権。ドズル社メンバーとサンチャンクさんの8人がやってきた世界には、普段のマイクラとはどこか違う様々な敏感ポイントが用意されており、より得点が高いものを見つけることができたメンバーの勝利となる。ステージは全部で3つ。果たして普段からマイクラを実況しているメンバーは違和感に気づくことができるのか。チャンネル登録とグッドボタンを押してみんなも一緒に考えてみてね。足つぼマッサージ本当に苦手です。ボンジュルだどうもです。トイレットペーパーの匂いと手触りだけで大体何円か分かります。オンリーです。敏感だな。ドズルさんがお腹痛い時絶対分かります。どうも皆さんこんにちは、オラくんです。一度寝たら何があっても目覚めることがありません。あやつえそうはるです。敏感じゃん。敏感だ。心は敏感なんです、やめてください。脇をくすぐられると暴れ回りたくなっちゃう甘栗です。敏感だね。キーボードを押すと時々指に電気が流れます。ルザクです。電気でしょただの。大学院の教授に君はどこに就職するのって言われました。コメントです。敏感とかじゃないですね。心が敏感に反応してしまう。敏感に反応してしまう。はい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 、はい、というところで、皆様今日は、なんとサンチャンクさんとのコラボ動画でございます。まああのね、皆さんマインクラフトやはり大好きで普段から遊ばれてると思いますが、はい、今日は敏感選手権ということで、普段のマインクラフトとはちょっと違った、いろいろな、ものが仕掛けられておりますので、皆さんにはですね、普段のマイクラと違うところを間違い探しのように、見つけていただければなと思います。なるほど。面白そう。自信ありますか？自信ありますか？もちろんあります、あります。おー、自信満々だ。こういうの初心者に近いほど敏感って言いますからね、こういうのは。慣れてしかとか。慣れてから気づかないんですよね、もう多分。あ、逆に。逆に確かにな。確かに確かに。はい、初恋の時の方が相手の変化分かりやすいもんね。皆さんそれぞれね、いろんなところを見て回っていただいて、今日は、敏感ポイントを見つけていただきたいんですが、各ワールド1回ずつしか、回答権がございませんので、まあなるべくみんなが気づかないような敏感ポイントを、見つけた方がポイントが高いかもしれません。なるほど。なるほど。OK です。それではもう早速いっちゃいましょう。ファーストステージこちらでございます。はい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 。ああもう。なるほど。どうしましょう。もう気づきました。何も気づきました。はい。それでは敏感選手なんか気づきましたね。それではこの砂漠の村、至って普通のね、いつもの砂漠の村でございますが、いつもと違う、ポイント、見つけてください。それでは敏感タイムスタートです。スタート。なるほど。クリエイティブモードで飛び回るのも OK です。はい。いやまだ何もわからんわ。対面中で見つけた。いや何も見てないです。何ですか、やめてください。何ですか。いや何も見てないです。すごい、なんか珍しい建物があるな。意外とむずい。全然珍しくないよこれ。いつも見てるよこれ。珍しい。いやちょっとこれあれですね。何、敏感選手権がどういったものなのかちょっとサンチャンクさんに教えるために。はい。おはい、でちょっとジャブで、はい、ジャブで、はい、砂漠の村にはこんな建物ない。おお、なるほど。言われてみれば、確かに。普段、珍しいなみんな。見たことがない、建物がある。はい。オンリー、敏感でございます。おめでとうございます。問題なので、こちら敏感ポイント1ポイントでございます。1ポイントで。なるほどなるほど。ちなみにこの建物をこのためだけに立浪先生に作っていただきました。このためだけに立浪先生に作っていただいたのよ。突っ込んどいてよかったマジで。どうも、砂漠にね、こんな異質なものを使ってしまいましたけれども、皆さん分かりましたでしょうか。分からないわけがないですよね。これは何かというとですね、はい、まあ、砂漠の村にですね、こういうごついものを明らかに
見栄えがね違うものを作りましたよということなんですけれども、まあこれは誰でもわかるでしょうね。ただこっち側に気づいた人がいるかどうかっていうところですよね。はい、こんながこういうね場所が実はあります。なんか何かというとですね、はい、実は地中にこんなものがねありました。まあ2時間3時間ぐらいしかねちょっと時間がなかったので、コピペコピペでやりましたけれども、はい、こんなものが実は地下に埋まってたとこういうことなんですね。ここまで気づけた方は敏感です。おめでとうございます。そんなとこまで行ってる。これちょっと待って、やばわー、どういうことすごっ、どうなって、すげえ、地下に都市がありますね。地下に砂漠の城だって上とセットですね。たっちゃん頑張りすぎでしょ。上とセットね、残念ながら1点です。たっちゃん頑張りすぎだよ。これだけの規模で1点、楽しい企画だ本当に。これわかんねえ、これすごすぎて全然敏感にならなくなってしまった。ちょっと敏感、皆さん敏感ポイント見つけてください。敏感ポイント、ちなみに高いものは何ポイントとか教えてくれないですか。ちなみにこの、砂漠ステージは、最大3ポイント。おー、はい、3ポイントの敏感ポイント。松並先生の建築よりすごいのがあると。ありますありますあります。なるほど、松並先生ちょっとすごすぎてすぐねバレちゃうから、うん、いやわかんないな意外と。むずいね、うん、意外とね高得点欲しいからな。攻めすぎて全然元からある要素を攻めるときもあるから。わかんない、 それが怖いよね。そうな、それが0点だからね、お手つき0点ですから。はいはいはい、じゃあちょっとブランドこしちゃうから、いくか。おおラメン、はい、砂漠の村に、こんな色のテラコッタは置いていない。おお、なるほど、砂漠の村に本来ないテラコッタが置いてある。はい、おおラメン敏感でございます。ありがとうございます。はい、こちらポイントは2ポイントとなっております。2ポイント、2ポイント、はいはいはい、それ2個、はい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 、2個結構むずいと思うけどね。じゃあどうしたどうした、あらかいなんか気づいた、あらかいどうした、なんで2人いるの。ちゃんと言って、ちゃんと言って、ちゃんと言って。いやマジか、ここで使いたくね。どうしたオラ君、気づいちゃったよね今。あれ2人って多分気づいた。オラ君何、いやなんだ、敏感敏感、もし気づいたなら。ドズルさんが2人います。筋肉マッチョのドズルさんが、ドズルが2人いる。オラ君、はい、敏感でございます。こちら敏感ポイント1ポイントでございます。あ、愛刀剣の無駄遣い。ちょいちょい目の前に出てくるんですよ、このもう一人訪れた。どっちが重いのか分かんないよ。いやこれでもあれですからね、はい、あのお手つきよりはやっぱポイントちゃんと入りますから、ね、はい、はい、あと残り4分です。あ、じゃあいいですか。お、青柳さんどこいます。どっちが本物か分かんないんで。こっちが本物。あ、よかった、よかった。こっちも本物です。はい。砂漠の畑、こんな形じゃない村の畑。おお、なるほど。はい、こちら砂漠の村の畑が人工で作られている。はい。天栗さん、鈍感でございます。これはもともとです。これはもともと離れたけでございます。確かに真四角だし、うん、くっそー、これはもともとある、もともとか、手を加えてない畑となります。はい、やっちゃった。あー、もう一個気づいちゃった。はい、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 じゃあボンさん、こちらの、はい、砂漠の、うん、サボテンが、はい、4段重なってる。サボテンがいつもと様子が違うと4段重なっている。はい、ボンさん敏感でございます。はい、本来サボテンは3段までしか積み上がらないんですが、4段まで積み上がっているということで、今回敏感ポイントなんと3ポイントでございます。これはよく気づいた、すごい、これ気づいたのすごい、まだあります。
まだ全然あります、全然あります、はい。一回攻めてみていいですか。おー、はい、はい。村の花瓶にサボテンじゃなくて花が植えられてる。おー、はい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 。砂漠の村にあんのかな。本来、植えられてないような花が、こちら植木鉢に植えられている、はい、ルザック君敏感でございます。おめでとうございます。はい、本来はこの花、植えられておりません。こちらもなんと3ポイントでございます。敏感敏感皆さん。ちょっと僕もいいですか。あ、こんにちは。はい、ちょっとこれはマジで俺は全くわかんないんですけど、ここの中はい、はい、なんか、うんちみたいなやつがある。こんなものは僕見たことありません。あ、なるほど、はいはいはい、はい、人のチャンネルだぞお前。村の家の中にある溶鉱炉がうんちになっている。はい、コミッション鈍感でございます。これはもともとあるやつでございます。はい、あるんだ、もともとこれはもともとあります。人工じゃございません。はい、初めて見ましたね。じゃあ僕これ、じゃあちょっとロスタイム、皆さんもう一個ずつ答えて OK です。まだ全然見つかっておりません。はい、まだあるんだ。あ、じゃあ、はい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 、早物勝ちです。はい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 、オンリーオンリーオンリー。砂漠の村の畑に、はい、ビートルートもスイカも植わってない。砂漠に本来植えられてないはずの植物が植えられている。はい、オンリー鈍感でございます。はい、こちらはもうそのままでございます。はい、こちらそのままです。これ言った言いました誰か。お、じゃあコメシを言ってみる。はい、これ死んだ死活のサンゴ、こんなものは砂漠にない。砂漠に本来ないはずの死んだ死活のサンゴが生えている。はい、コミショ敏感でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、こちら、敏感ポイント2ポイントでございます。意外とでかい、2ポイントな。これ2です。これ2言えばよかった。意外とありますから、意外とありますから。はい、じゃあ意外と期待していいですか。意外とポイント意外とポイントお願いします。はい、ホットバーにうっすら顔が映ってる。あ、本当だ本当だ。ホットバーにうっすらとみんなの顔が映っている。意外と3ポイント。これ意外と3ポイント。アウリさん敏感でございます。1ポイントです。1ポイントでございます。はい、私しか気づいてないと思ったんだけどな。意外とありませんでした。はいはい、はい、おまるめん攻めます。攻めます。ほう、砂漠の村の家の中に、はい、シーピクルスは置いてない。本来置いてないはずのシーピクルスが置いてある。はい、おからめん鈍感でございます。鈍感あるかい。これはあるか。難しいな、ね、これこんな見たことないですから。はい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 。さあ、じゃあもう少しで締め切ります。もう少しで締め切ります。なんだなんだ、ちょっとありますが難しいかもしれません。難しいのがあるんだ。はい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 、おらくん、この建物のこの磨かれた砂岩だと思うんですけど、普段は磨かれた砂岩ではない、はい。おー、はい、建物に使われている、ブロックがいつもと違う。はい、オラくん鈍感でございます。難しい。はいはいはい、意外とね、今それっぽかったぞマジで。いや俺もやばいと思った。さあ、あと1分で締め切ります。あと1分で締め切ります。答えてない方、答えてない人、いやこの辰巳先生のやつがでかすぎて集中できない。ねえ、なんだ。ガラスでね囲まれてる中、どこでも行っていいですから。はい、ガラスに囲まれてる範囲か、うん。なんでこっちまでって感じの。確かに何か。規模だよね。なんかあるのか。はいはいはい。さあ、あと30秒。あ、30秒。うん。このマグマだまりの周りの石が、はい、なんだっけ、安山岩？安山岩？安山岩かな？になってる？マグマだまりの周りの石が安山岩になっている。はい、ルザックン敏感でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。こちら敏感ポイント2ポイントでございます。意外とでかい。はいはいはい、意外とでかいな。さあ、では締め切りますよ。はい、はい、ボーさん、はい、こちら、はい、ピラミッドが、うん、形が変。ピラミッドの形が変。ボンさん、はい、
鈍感でございます。鈍感でございます。はい、それでは、最後答え合わせいかせていただきたいと思います。はいはい、はい。ではこのピラミッド来てください。ピラミッドあるの？ピラミッドありました。ええ、ピラミッド入ったのにな。こちらあのピラミッドにあるこちらの模様入りレンガ、あ、模様入りレンガの顔が普段はクリーパーなんですが、今回はゾンビの顔になっている。はい、模様入りレンガの、柄がゾンビ顔になっているというところで、こちら2点でございました。ちなみに、こちら2点。そして、他はですね、ここら辺にハスクがいたと思うんですが、はい、あ、いたいた、ハスクいますね、ハスク、うん、はい、こちらハスクを、ちょっと倒してみてください。ハスクを倒すとラスクを落とすという。わかんない。ラスク落ちる。さあ、それもありなのね。そういうのもありなのね。もちろん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 。めっちゃ落ちてんじゃん、この辺。めちゃめちゃ落ちてる。ここら辺に落ちてますから、ほら。落ちてる。あります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 。ヒントあったのか。ラスク落ちてるわってなってましたから。他はですね、こちらあの村の守護神ゴーレム、ゴーレムいますよね。見ました、皆さん。見た見た見た、別に何でも変わんないよ、いつもの。ゴーレム、いやいやいや、よく見てください。もしかしてなんか腕細くないですか。ゴーレムの手が短いでございました。短いのか。本当は手が床につくぐらい長いんですが、いや、むずい。今日は手が短いです。これ3点です。これ3点。なんて違和感あったんだけど答えられなかった。マジ確かに何かが分かんなかった。キュッとしてるよね。確かに、なんか違うなと思ったんですよ。あー、むずかすぎる。むずいな、これ。あともう一個ね、あの猫が、猫いますね。猫いましたね。なんか猫いました。で、普通だったけどな。普通の猫いました。あ、猫こっちいますいます、ここ。こちら、あ、猫。ほんまや。首輪をつけているということで、敏感ポイントが飼い猫がいるというのが敏感ポイントで。いや、むすいな。なるほど。まあ、というところが、今回こちら砂漠ステージの、敏感ポイントでございました。ね、この後まだ2ステージありますので。オッケー、つかめた、つかめた。わかった。つかめました。出題傾向つかんだ。オッケーです、オッケーです。はい。対策と傾向で、じゃあセカンドステージ参りましょう。チャリーン。おお、はい、セカンドステージこちら、海底神殿でございます。はい、なるほど。それでは海底神殿ステージの敏感タイムスタートです。なんだ。誰か見つけた。なんか見つけました。なんかどうしました、どうしました。いや、なんもないです。でもこれはやっぱ答えてほしい人たちがいっぱい。これはね、もうなんか、なんか見つけました。めっちゃ見られてるけどね。うん、いたよな、お前みたいなもん。こっちに攻めるか。で、はいはい、じゃあいいですか、もうちょっと、もう早めにやっちゃっていいですか。早めに、はい、どうぞ。サンチャンクのイメージキャラクターサンチャンキーが無呼吸で存在する。海底に本来海底にいないはずのサンチャンキーがいる。コミショウ敏感でございます。おめでとうございます。こちら、1ポイントでございます。いや、これ作った人100ポイントです。作った人に100ポイントあげます。すごい、かわいい。かわいい、サンチャンキー。かわいい。めちゃかわいい、これ。はいはいはい、他にもまだありますよ。いや、もう3つぐらいはある。もう、じゃあどうぞどうぞ、はい、いいですか。みんなお察しかもしれないですけど、うん、海底神殿がプリズマリンレンガでできてない。おお、まあ、海底神殿が作られてる素材がいつもと違う。はい、オンリー敏感でございます。ありがとうございます。はいはいはい、こちら、今回プリズマリンレンガとプリズマリンが入れ替わってるという、ところで敏感ポイント、
今回2ポイントでございました。あ、まあ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 、まあ、でも結構分かりづらいです、まあ、うん、意外とね、形は一緒だからね、うん、確かに。僕も行きます。あ、ズーク、はい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 、どうぞ。ここの本来スポンジがあるところがサンゴブロックになってる。本来スポンジがあるはずのところに、サンゴブロックが置き換わっている。はい、ルダ君敏感でございます。あー、やったー、おー、ありがとうございます。こちら2ポイントでございます。あー、やったー、はい、おー、見た目そっくりですからね。はい、危なかった。はい、終わらめ。マジでただたまたま迷子にて見つけてしまったものに。ちょっと待ってない、そんなミラクルが。サンゴの上に生えているシーピクルスが、うん、緑色のロウソクになった。シーピクルスがロウソクに置き換わっている。はい、大穴め敏感でございます。すごい、これはこちらなんと3ポイントでございます。こちら3ポイントです。やった、いや、これよく見つけたな。いや、すごいな。じゃあ自分行っていいですか。あ、オラくんどうぞ。みんな敏感だな、やっぱ。イルカがサメになってます。え、イルカがサメになってます。おお、ほんとだ。こちらイルカがサメになっている。はい、オラくん敏感でございます。ありがとうございます。こちら1ポイントでございます。はい、あ、じゃあ、じゃあいいですか。あ、天栗さん、はい、こちらトライデントが、はい、フォークになってる。トライデントを持っているドラウンドがトライデントの代わりにフォークを持っている。フォークになってます。天栗さん敏感でございます。やったー。はい、こちら敏感ポイントなんと2ポイントでございます。やったやったやった。高得点、高得点です。遠目で見ると一緒ですから、はい、え、これちなみに最高ポイントは？最高ポイント3ポイントです、こちら。おー、3が出てないんだな。まだ残ってます、まだ残ってます。あ、うん、お、ポンさん、サンゴの海の水の色が違う、うん、おお、はい、こちら、え、水の色がちょっといつもと違う、うん、ボンさん、はい、敏感でございます。おー、すごい、すごい、すごい、はい、こちら、まあ、さらに厳密に言うとサンゴがあるのに熱帯の海じゃない、まあ、つまりは海の水の色が違う、こちら敏感でございます。すげー、2ポイントです。2ポイントです。おお、すごい。では、最後答え合わせ、あと3つ、残っておりましたので答え合わせ、したいと思います。1つは、こちら海底神殿の中にはですね、金ブロックを隠している部屋があるんですけど、はいはい、ちょっとそこの部屋行きますか。こちら今回この金ブロックを隠している、この金ブロックが金の原石ブロックになっていると。ああ壊してよかった。なるほど。ああ原石が出てくんだ、ほんまや。まあ、はいはいはい、スペクテーターモードで、あ、でも中に入っても見れないか、はいはい、まあ、原石ブロックになっているというのが敏感ポイントでございました。なるほどなるほど、なるほど。あとは皆さん、ちょっとサバイバルモードにしていただいて。サバイバルモード？死んじゃう。はい、死んじゃうでしょう。サバイバルにしたときにガーディアンの攻撃の色がいつもは虹色みたいな感じなんですが。あ、出てきた。なんか出てきた。出てきた。今2つ出ましたね。はい、ガーディアンの攻撃の色がいつもと違うというのと、呪いがドズルフェイスになっているということで、それぞれ、敏感ポイントでございました。いやー、なるほどな。いろいろね、試してそう、いろいろ試してみて、敏感ポイント見つけてみてください。初めてこの企画で知ったんですけど、はい、ね、うんうん、あ、どうぞどうぞ、はい。このガーディアンって目動くんですね、目ん玉。これは普通です、はい、これ初めて今回これは確かにあんまり意識して見つめ合わないですもんね、こいつ、うん。では以上で、海底神殿ステージ、以上となります。第3ステージ参りたいと思います。チャリーン。ちなみに、ラストステージ大逆転敏感ポイントございます、ね。はい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 。では、行きたいと思います。当たんないやつなんだよな。スペクテーターなしでお願いします。いやいやいや、そんなの人聞きが悪いですよ、人聞きが。うわぁ。サバイバルもしくは、クリエイティブで、よろしくお願いいたします。はい、第3ステージ、こちら、はい、古代の都市ステージでございます。それでは、敏感タイムスタートです。
やばい、一回しか行ったことないんだよな。ね、そうなんです。あそこあんまり行かないか。はあ、はあ、はあ。いや、ちょっと広いな。高得点攻めたい。はい、これ早めに行っちゃおう。はい、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 はい。こちら、ウォーデン。あ、ウォーデン。逃げていきます。おお。お、サバイバルにしてる？サバイバルです、これ。本当。ほら、なんか逃げていく気がする。あ、ほら、本当だ。オンリー。いてて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 。逃げる逃げる。ウォーデンがいつもと違う。敏感でございます。いやおめでとうございます。ウォーデンの中身にスタッフが入っているということで。マジか。いつもと違う、ウォーデンということで、今回敏感ポイント2ポイントでございます。わかりやすくしょげてる。あ、書いてったごめんなさい、はい、いやなんか さっきサバイバル使わないと分かんなかったからちょっと早めに言おうと。あーなるほどね。あなるほどね。サバイバルじゃないと気づかないポイント。あ、なんかコメッションさん見つけました。いやちょっと地面の調査をしっかりしています。あ地面、あ、OK です。はいはいはい、ちゃんとね、はいはい見ていただいて。はいはいはい、おお、はい、アモリさん、この中のこれが、うん、水のなんか入ったやつになってる。はい、こちら、古代都市の、スカルクセンサーのところに、はい、水が入っている。そうです。アングリさん鈍感でございます。これあるんですか。入ってるんよ。これは、もともとあるものでございます。うっそ、はい、はい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 。こちらはもともと、あーでもラッケン、ここにスケルトンの頭があるんですよね。おー、はい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 、うん、普段はないスケルトンの頭がある。普段古代都市に置いているはずではないスケルトンの頭が設置されている。はい、オラ君鈍感でございます。こちらも、普段サバイバルモードでもあります。あります。知らんかった。はい、獲得できますこちら。ちょっと僕いいですか。あ、コメショコメショからいくか。なんかここにカーペットが引いてある、はい、古代都市に後からカーペットが引かれている。はい、コミショ鈍感でございます。はい、こちらはもともと引かれているものでございます。はい、そうなんだ。やば、むずいな。たまに変なやつ引かれてますので。これブロック壊すのはダメですよね。ブロック壊すのは基本、はい、NG でお願いします。でクリエイティブとサバイバルだけですよね。クリエイティブサバイバル OK です。これ分かってたかもしれない。マジ、もう回答権使ってもうた。はい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 、おはらめんです、おはらめんです、はい、おそらくこれは最高得点いただきました。え、なになんだ。古代都市にはモブが湧かないはずなのになぜかエンダーマンがいる。おお、古代都市に湧かないはずのエンダーマンが湧いている。はい、おはらめん、鈍感でございます。ねえ、マジっすか。いやこれは、うん、鈍感です。はい、いや、いい線いってます、でも。いい線いってる、ドンカン。いい線いってる、ドンカンです。いやー、はいはいはい。え、お、ボンさん。はいはいはい。え、ボンさん。確かに、ボンさん出方伺ってたな、ずっと。俺、はい。今ので分かったかもしれない。はい。高得点狙います。はい、どうぞ。お、なんと。いきます。実は、この古代都市、エンドにある。実はこの古代都市エンドにある。だからエンダーマンいたんじゃない。ボさん、はい、鈍感でございます。違うか。鈍感でございます。はいはいはい、そこをチャレンジします。あー、じゃあルズくん、はい、どうぞ。スカルクセンサー、はい、スカルクセンサー、音が違う。お、え、スカルクセンサーの音がいつもと違う。はい、ルズくん敏感でございます。あー、やったやった。はい、こちら、いつもの音とスケルトンの音が、入れ替わっておりまして。そうですね、はい、スケルトンのカランコロンの音になっている、ルザくんなんと3ポイントでございます。おめでとうございます。すごい。それでは、さらに、1回ずつの回答権を、付与いたします。はい、はい、残り1回ラストチャンスでございます。早めに痛い、ちょっと待ってよ、誰かの声がしたんだけど。早めに痛い、俺も早めに痛い、誰かの声がした。じゃあ皆さん早い者勝ちです。はい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 、あの、はい、ダメって言われてないんで見たんですけど、はい、座標を見た感じ嘘天空にある。この古代都市は実は天空に存在している。はい、
敏感でございます。ありがとうございます。すごい、本当だ。こちらスペクテーターモードになっていただいて、ちょっと外から見ていただきますと、はい、古代都市が、こちら天界に作られていると。そういうことか。ということでございます。面のエンダーマンが湧いているかなりいい線を言っていたんですが、ちょっと、そうなんですよ。重要ポイントちょっとかすっていたので NG とさせていただきます。なるほど、なるほど。現世になると思ったけど、古代都市もともと現世だわと思って。はい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 。天空か。いい線、いい線だった。はいはいはい。さあ、皆さんどうでしょう。ここいいですか。いいですか。あ、どうぞ、どうぞ。かけ系？いや、確実系。ああ、性格出るなこれ。譲るわ、譲るわ、私かけだから。ルザ君、ルザ君、はい。このネザーゲートくぐります。お、え、お、で、はい。くぐった先の、くぐった先の古代都市のブロックでのゲートができてる。うん、ネザーゲートの、ゲートの周りが黒曜石ではないと。そうです。ルザ君。オッケーでしょ、敏感でございます。これ一応敏感ポイントとしては、古代都市にはそもそも、このゲートはつながっておりませんので、周りが黒曜石が、本来の古代ブロックの、ブロックに置き換わっていると、うん、いうところで敏感ポイント、こちら1ポイントでございます。すいません、すいません。こっちのちょっと賭けなんですけど、お、賭けいきましょう。はい、このチェストの中のダイヤのクワが耐久値減ってるんですけど、耐久値減った状態のダイヤのクワチェストから出てこないんじゃないかっていう。おお、なるほど。はい、アマグリさん、5億ポイント5億ポイント。チェストに、はい、誰かが使った後のダイヤモンドのクワが入っている。はい、アマグリさん、はい、鈍感ってことだ。もう裏の裏の裏の裏考えすぎた。考えすぎました、これは。はい、誰も使っておりません、こちら。さあ、どうでしょう、どうでしょう、どうでしょう。コミショ、コミショ行く。向かいですか、じゃあ。はい、はい、どうぞ、どうぞ。ゲート前来てもらって。ゲート前、はい、ゲート前。いやー、これ、めっちゃ賭けなんすけど、俺。あー、攻める。マジでちょっと、だいぶ攻めて、はい。マジで合ってたら、これはやばいなと思うんですけど、このなんか赤いこのろうそくみたいなキャラクターがいる。こちらこれなんだ、ロッキーくんが混じっている。こちらロッキーくんと言います。はい、はい、ロッキーくんが、混じっている。コミショ敏感でございます。おめでとうございます。ロッキーくん1ポイントでございます。すいません、1ポイントです。あ、これ1ポイントなんですか。これ1… ごめんなさい、これ1ポイントです、残念ながら。はい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 、ちょっとそうなんですね、やっぱ馴染みすぎてて気づかなかった。いや、逆転ポイントならず。さあ、ラストチャンス使ってない方。はい、小銭を拾いに行きます。おはらめ、はい、おはらめ。古代都市で置いてある羊毛の色が薄灰色になっている。おお、なるほど。古代都市に、置いてある羊毛の色、はい、こちらが薄灰色が違うと。はい、おはらめ敏感でございます。ただこちらは1ポイントでございます。1ポイントか。1ポイントです。1ポイント。こちら普段ないね、羊毛の色でございます。じゃ、はい、はい、はいはいはい、ボンさん。はい、ここのチェストの中に、うん、はい、エンチャント金リンゴが2個入ってる。はい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 。こちらチェストの中身を豪華にしてある。うん、ボンさん。鈍感でございます。これは自然生成です。ちなみに古代都市のチェストにはエンチャント金リングが一番生成されやすい、はい、そうなんだ、確率になっておりますの で、 で、ね、でオラ君どうでしょう、最後せっかくなんで。じゃあ、 あのこの、はい、古代都市に玄武岩とかあるんですかね。いや、僕に聞かないでください。古代都市に玄武岩はない。古代都市にあるはずのない玄武岩での建築がある。オラくん、鈍感でございます。あるんだ。はい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 。それでは、じゃ最後のちょっと答え合わせ行かせていただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ、一応得点とは関係ないところで、これなんじゃないかっていう、ある人います？
これなんじゃないか。一個ある一個。はい、一個じゃん。すごい、すごい深読みして、ドズさんからすごいピリチャーの声聞こえるんで、最初から、本当に砂漠からずっと聞こえてるんで、はい、これドズさんじゃないとか。まずドズルさんじゃないみたいな。目の前にいる、ドズルが、ドズルではない。鈍感です。なんだよ。頭が伸びた。あれなんですよ、僕、こう筋肉ムキムキの、あの、変身をするのに、ピリジャーをムキムキ筋肉に変えてきてるっていうか、変身してるそういうことか。そうそうそう。まあ、だから、敏感でもあるし、今回のポイントではございません。あ、筋肉ムキムキだったんだ。はい、筋肉ムキムキ、一応、はい、敏感ポイントでございます。本当だ。そうなんです、そうなんです。こちら1ポイントでございます。言えばよかった。ラスト1個っすか？いや、ラストね、1、2、3、4、4つあるから。4つ?4つあるから。マジで分からん。分からん。じゃあ、答え合わせいきますよ。はい。はい。はい、では、皆さん、それぞれちょっとチェストを、近くのチェストを開いていただきまして。お、はい。あるかな、全部にあるか分かんないけど。はい。チェスト。ここないな。あったー！あ、これか？そういうこと、はい、こちら、いや気づかなかった。石炭の代わりに木炭が入っている、いや分からんな。敏感ポイントでございます。はいはい、はい、すげえ。わあったのか。そして、さらにこちら、はい、ロッキーくんの近くに来てください。ロッキーくん、ロッキーくん、はい、これロッキーくんにカモフラージュされておりますが、本来ないはずの真っ白なろうそくがある。こちら敏感ポイントでございます。あ、そうなんだ。もうちょいくすんだ色かな。確かに。はいはいはい、真っ白なろうそくが置いてあるっていうのが、敏感ポイントでございました。ああ、そうなんだ。さらに、はい、こちら、松明が置いてあると思うんですか。はい、はい、敏感ポイントとしては、普段は普通の松明なんだけど、魂の、あの松明になっていると、いうのが敏感ポイントです。いや自然だったわ。いや僕はあれなんですよ、魂のランタンとか、あのゲートのところの青い炎はいつも通りなんですが、ここだけ本来は松明なんですよね。これが、青くなっていると、ここまで来たらあーってなんないっすそうだったんだーってなるはずです。あーってなるはずです。ここまで来たでは最後、超スーパー敏感ポイント。はい、なになになに。周りにたくさんの深層岩があると思うんですが、はい、うん、はい、はい、周りにある深層岩の向きが全部違うか、超敏感ポイントでございます。本当だ。なるほど。いや、横向きになってる。横向きになってます。全部横向きになっているという。確かにこの言われたら気になる、めっちゃ。ほらほらほら。本当だ。普段はこんな感じの、設置になると思うんですが、はい。なんかこれ意識してちょっと見てみると、なんかいつもよりさらっとタイルっぽい感じになってる。はいはいはい、はい。確かに。こちら深層岩が、今回全部横向きに、配置されているということです。うわ、なるほど。なんか気持ち悪くなってズワッとした今うわー、言われたら本当に気になるな。うん、言われてみると横タイルになっておりますということで、今回敏感ポイント以上となります。ありがとうございます。いやーすごかった。難しかった。むずい。いや、かなり難しかったですね、今回。スタッフもかなり気合が入った敏感ポイントたくさん用意されましたが、最後、結果発表いきたいと思います。はい。はい。ダリーン。では、第3位から発表させていただきたいと思います。はい。はい。はい。第3位。敏感ポイント。6ポイントで、大原麺でございます。おめでとうございます。おめでとう。はい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 。第2位敏感ポイント11ポイント。すごっ、なんかすごい差が。ルザックンでございます。おめでとうございます。おめでとう。ルザックンちなみに全部ポイント高かった。3、2、2、3、1と、かなり高得点で、素晴らしい、してきておりました。そしてラスト、よーし、敏感ポイント25ポイント。何があった？何が？オンリーでございます。おめでとうございます。25？最後の、空中に古代都市があるという、
あれがスペシャル問題で、20ポイントでございました。20ポイント大逆転じゃん。大逆転じゃん、はい、あれが大逆転ポイントでございました。すげえ。だから麺とボンサーかなり惜しかったですね。あれ、あそこだ。そう、あそこを見つけてたらというところでございました。はい、ということで、今回はですね、みんなでこちら敏感ポイントを見つける敏感選手権をお送りさせていただいたわけなんですけれども、今回ね、あのサンチャンクの皆さんとコラボ動画、撮らせていただいておりまして、サンチャンクさんの、チャンネルでも、コラボ動画上がっておりますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。じゃあねー。バイバーイ。バイバーイ。皆さん、オープニングのナレーションの違いには気づきましたか？ナレーションはドズル社の新人大吉がお送りしました。いつも動画を見てくれている皆さんなら気づきましたよね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントも待ってるね。どうしてもっていうわけじゃないけど、気が向いたらしてね。